今回はポール・リード・スミス2011年製マッカーティー58パープル・ヘイゼルを紹介します。まずはじめに、リアピックアップのクリーンサウンドからです。次に、センターポジションのクリーンサウンドです。最後にフロントピックアップのクリーンサウンドです。次にフロントピックアップのタップです。次に、リアピックアップのドライブサウンドです。センターポジションのドライブサウンドです。